皆さんごきげんよう、小島です。今日はインビザラインあるあるのご質問コーナーですね。インビザラインを始めて歯が揺れるようになりました、大丈夫ですかと。これはどんなご質問だったんですか。使い始めたら、うん、アライナーを外した後に、うん、手でちょっと触ると、うん、前よりこうゆらゆらした感じが、なるほど、して不安です。怖いですよね、歯が揺れてきたらね。まず矯正治療というのはですね、先に言いましょうね、最後までご覧いただくとこの揺れているのがどうなのかというのが分かりますので、ぜひ最後までご覧ください、ね、まず矯正治療というのは歯を動かすんじゃないんですよね。知ってます？分かんない。歯そのものは変わらないんですよ。ただ周りの骨の形が変わってくるわけよ。そうでしょ、はい、これ歯根膜っていって、これ骨なんですけど、これ上にお肉があるんですね。で歯の位置が変わるから、なんか歯が場所が変わってるとか形変わってる感があるんですけど、実はまあぐーっと力がこうぐーっと加わると、ここが充血が起こしてきて、破骨細胞が骨をどん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 溶かしていって吸収して、空間が空くんで歯がドーンとこう動くわけですね。こっち側に隙間ができるんで骨をどん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 作る骨が細胞があって、これの繰り返しで歯が動くでしょ。つまり矯正治療って歯を動かしてるけども、実は骨の形変えてるんだよね。違います。だって歯は変わらなくない？歯は歯だもんこのままだから、はい、だけど周りの骨の形がこれからこうなったりとかするわけだよね、はい、それで歯がここからここにこう移動するわけ。骨の形が変わってるわけ。骨の形が変わるときには吸収された穴が開いて、新しく歯が移動して骨が作られるときに柔らかい骨ができるんですよ。骨が柔らかい、そのときにはここはね動きます、グラグラしてます。ただインビゼラインとかマウスピースの矯正治療の時の歯の揺れは、マルチブラケットワイヤー矯正の揺れに比べると、もう可愛らしいもんなんです。可愛らしいもんです。可愛らしいです。ワイヤー矯正の時はね、もうこれ抜けちゃうんじゃないかってぐらい揺れてたんですよ。なのでもうインビザラインの時は可愛らしいもんなんで、心配かもしれないけど安心してねと。ただ硬いものをボキッと噛んだりとかすると、それは抜けちゃったりとかね、脱臼したりする時もありますんで、硬いものを噛まないでねと。硬いのダメよと。あと、なんか氷噛む癖があるとかね、そういう人もちょっと危険よっていうね。なのでまあ手でこういうふうに揺らしたりするのも良くないんですけど、心配ありませんよというところだけよく覚えていてください。インビザライン頑張ってくださいね。今日はですね、歯を動かした時に歯が揺れてくるの心配なんですけど大丈夫ですかっていうご質問にお答えしました。今日の内容が面白いと思った方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。こちらの概要欄の方にはオンラインサロン、インビザラインアライナー矯正最新のシェイプメモリーアライナーの勉強するスタディグループ、ね、400名以上の先生がお集まりいただいている国内最大のスタディグループのリンクが貼ってありますので、もし勉強されたい方、インビザラインアライナー矯正インハウスシステム学びたい方はこちらの方をチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは皆さんごきげんよう。またねー。